こんにちは、ペラコマです。今回はアマゾンに売ってる激安台座と激安塗装棒をレビューします。心配しかありませんが、今回も楽しんでいきましょう。まずはこちらの激安台座です。18個入って約2000円です。グッスマの台座が3つで1000円、バンダイのアクションベース6が2つで660円と考えるとかなりの激安ですね。組み立ててみました。見たところ普通の台座ですね。アームはネジ止めされていて頑丈そうに思えます。外観を詳しく見るとクリア成形なので大きな気泡や処理されていないバリが目立ちます。こういったところは激安だから仕方ないですね。では実際にガンプラを固定してみましょう。問題なく保持できましたね。両足が接地しないアクションも問題なくできます。アーム自体はネジ止めがされているので強度は十分なように思えましたが、ちょっと動かすとバランスを崩してすぐにガシャーンとなってしまうので、ちょっと強度が心もとないかなと思いました。ガンペラの股関節の穴はだいたい3ミリなのですが、この台座の接続突起はだいたい4ミリくらいあるので差し込み固定は厳しいですね。フィギュアのポージングもやってみました。台座がないと難しい片足を上げたポーズです。しっかり保持できているように思えますが、ちょっと胴体が細いのでうまく挟み込めてない感じがします。というわけでこの台座のおすすめ度は星2です。安くて大量に入っているので展示会に出す時の巣立ちポーズの保険として使うのがいいと思います。長時間アクションポーズを取るには強度がやや心もとない感じなので、あくまでサブくらいの使い方がちょうどいいと思います。続いて紹介するのは Amazon の激安塗装棒です。送料を安くするためにいっぱい買っちゃいました。まずはこちら50本969円の塗装棒です。大手のクレオスから出ている塗装棒は1000円で36本入りなので、 Amazon の方が同じくらいの値段で10本以上多く入っています。開けてみるとこんな感じ。見た感じ普通の塗装棒ですね。クレオスのものと比べてみましょう。クリップ部分は大きさが複数種類あるので無視するとして、持ち手の部分はほとんど長さが同じです。クリップを動かすと挟む部分の力が強く、結構力を入れないと思ったように開きません。裏を返せばグリップ力があるということなので、パーツをしっかり保持できます。続いて紹介するのは先ほど紹介したよりもさらに安い100本850円の塗装棒です。袋はこんな感じ。なぜこんなに安いかといえば自分で作る必要があるからです。では作っていきましょう。作るときにペンチが必要です。竹串とクリップ本体を接続したらペンチで軽く押さえます。クリップの接続部分が竹串に巻きついて軽く引っ張っても抜けなければ完成です。これを100回繰り返します。一つ一つはそこまで時間がかかりませんが、100個もあるので相当時間がかかります。根気と時間がある方は挑戦してみてはいかがでしょうか。100本分の塗装棒が格安で手に入りますよ。というわけで今回は Amazon の激安プラモ用品のご紹介でした。ヤスリとか刃物系はもっとうぞうむぞうだと思いますが、塗装棒に関しては模型メーカー製よりも保持力が強くて安いのでおすすめです。といっても実際に使ってみないとこういうのはわからないので、今度ガンプラを作る時に使ってみようと思います。皆さんも気になったら Amazon のリンクを概要欄に貼っておくので、ぜひお試しくださいね。ご視聴ありがとうございました。トラコマチャンネルでした。また次回。